動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。ぜひこの旅動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。もう何度目なのか忘れたいくらい足を運んでいるんですけども、現在地会津田島駅です。だいぶあたりも暗くなってきました。今回の旅行スタート時点からいろいろ波乱含みでして、詳しくは前回の動画ご覧になってください。ここにサムネイルを載せておきます。で、撮影しているのは5月なんですけども、肌寒くもなってきました。前に向こう側にあるんですけど、グリーンホテルミナトさんのホテル紹介をこのチャンネルでやらせていただきまして、今回も会津田島にホテルを取ってあるんですね。ただこの旅行に関してはかなりスケジュールがタイトだったので、素泊まり1泊6000円の2泊で予約取りましたので、うちのチャンネルではついに1万円を超える1万2000円という出費になってしまったんですが、まあそれは仕方がないです。そんなこんなで会津田島の別のホテルをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。寒いので早く移動したいと思います。到着しました。こちらが今回2日間お世話になるホテルニューセンチュリーさんです。この看板の名前違って見えるかもしれませんけれども、ここで間違いないようです。他に見当たらなかったんで、では早速チェックインして今回宿泊利用させていただくお部屋じっくり見ていきましょう。じゃあ今回2日間宿泊利用させていただくお部屋です。では早速中に入ってみましょう。へえ。というわけでお部屋の中入ってみました。割とですね、広く感じますね。で、床こんな風になってるんですけれども、割と幅が広くて安心感がありますね。気分的にホッとします。では細かい部分も見ていきましょう。まずこちらにハンガーが3つかかってます。着物を着る僕としては十分な数が揃っていると思います。ご自由にお使いくださいということだと思うんですけども、テーブルと椅子があります。これはいいですね。こちらを見ますと、フロントさんとのやり取りができるように電話がついてます。この機械は多分エアコンですね。エアコンのリモコンでした。隣にはテレビがあって、テレビのリモコンもあります。部屋の利用方法、あと注意書きなどはここに全て書いてあります。裏面には無料で使える Wi-Fi も記載されています。それ以外の方ですが、お茶ポット、こんな感じでなっています。続いてベッドサイズを見ていきますが、こんな感じになってまして、青いシーツがかけてあります。でこちらに宿泊者用の浴衣用意してあります。最後にお風呂場見ていきましょう。お風呂場はユニットバスタイプになってます。ドアをかけて右側の方にフェイスタオルとバスタオルがあります。トイレットペーパーの位置ですね。そして下の方には使い終わった生理用品などを捨てるためのゴミ箱が設置してあります。トイレの清掃もしっかり行き届いてます。さすがプロの仕事で、ここに予備のトイレットペーパーがあります。隣に歯ブラシとひげ剃りがあります。で左にコップですね。おそらくうがいをしたいとか、そういった用途に使ってくださいとホテルさんが用意されたんだと思います。続きまして、リンスインシャンプーとボディーソープ、1本ずつありますので、十分かと思います。そして、洗面台、こんな感じです。バスタブはこんな感じです。ここには、シャワーヘッドがついています。ミラーは、バストアップだけを映すようになっているようですね。
ホテルさんによっていろいろあると思います。でも最高なのはこの眺望じゃないでしょうか。会津田島の景色楽しむことができます。というわけでお部屋の内部を見ていただいたところでお腹すきました。そろそろ夕食にしたいなと思うんですけども、ちょっと見えてると思うんですけれども、これ訳ありなお弁当になります。レストラン大野さん、ご存知でない方はぜひここにサムネイルを出しているんですが、三種合体麺&トマトラーメンの回、同じ国会図編、前回3月大雪の中でロケをした時に足を運んだレストラン大野さんのお弁当なんです。じっくりお見せします。これがそのお弁当、幕の内弁当です。この幕の内弁当、実はここで食べる予定はありませんでした。詳しくは前沢曲がり屋住宅で訪ねた時の動画を見ていただきたいのですが、立て続けの不運が重なりまして、本来であれば観光列車の中で食べる予定だったものが急遽乗車利用できなくなり、最終的にお買い上げくださいということになりまして、会津立島駅でこのお弁当1000円だったんですけども、1000円を支払って買ってきたものです。悲しいことになってしまった。ちょっと蓋を取ってじっくり見ていただきたいなと思います。こちらの幕の内弁当、蓋を取るとこうなります。これがレストラン大野さんの1000円の幕の内弁当です。ここに白いご飯とお漬物が入ってます。上に行くとこれは煮物ですね。彩りが良くて美味しそうです。もう見えてますけれども、右にホタテとかまぼこ、卵焼きに鮭、鶏、ほうれん草のごま和えが入ってますね。下の方にハムカツか何かでしょうか。間違えてたらすみません。下にキャベツが敷き詰めてあります。レストランボーノさんの幕の内弁当はこんな感じ。お弁当だけだと水分が欲しくなりますから、ホテルの1階にある自販機でこちらの缶ビールとそれからお茶を買ってきました。ちょっと値段がスーパーだとかコンビニより上がってしまうんですけど、まあそれは仕方がないんですけど、これと一緒にお弁当いただきたいと思います。ちょっと寂しい夕食になってしまいましたが、いただきます。まずビールを開けます。お、いい音だ。今日も一日お疲れ様ということで、いただきます。やっぱビールはいつ飲んでも五臓六腑に染みます。ではこちらのお弁当、白いご飯、丸くちょっとしたおにぎりのような形になってますけど、いただいていきましょう。こんな感じになってます。見づらいかもしれないですけどね。このご飯出来上がってからだいぶ時間経ってますけど、美味しくないということはないですね。この漬物と一緒にいただいたらもっと美味しいかもしれない、この煮物をいただきましょう。目についたのはこんにゃくなので、こんにゃくいただいてみます。醤油と出汁の味がよく染みた、とても美味しい煮物ですね。この調子で。タケノコかな？いただきます。タケノコもしっかり味が染みてて、なおかつタケノコ独特の歯触りと旨味がしっかり効いてます。今度はごぼう。泥臭さが全く感じません。むしろこんにゃく、タケノコと同じでしっかり味が染みていて美味しいですね。会津鉄道さんの観光列車に乗ってお弁当も食べながら会津鉄道会津線の風景も楽しもうかなと思っていたんですけれども、また幕の内弁当じゃなくて別のお弁当をちょっと失礼、これ会津の味噌カツだ。味噌の味とカツの味がしっかり効いてる。別のお弁当を注文して、明日会津田島駅の駅構内にある売店の山並さんでそのお弁当を受け取れるようになってますので、そちらのお弁当のレビューも観光列車の旅の中でご紹介したいなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。会津のグルメがこの中にぐっと詰まってますね。鶏も美味しそうだ。ビールを飲むとこのロケ1日目の疲れが癒されたような気がします。
こちらのホテルで十分な休息を取りまして、また新しい旅をする準備が整いました。さて今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。説明不足の部分ですとか不満の残る部分はあったかもしれませんが、旅動画をご覧になって今後こちらのホテル宿泊利用される時のお役に立てれば嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。